岐阜県の恵那市っていうところから出てきて、それで、まあ、東京というところにはお金持ちには憧れてなかったんだけど、かっこいいことをしている人に憧れてました。お金のすごさもあるけれども、なんかかっこいいカルチャーを生むようなこと、そういう人たちにそのなんだろうな、共感という言葉なのかリスペクトなのか持っていました。なんかちょっとかっこいいとか、なんだろうな、お金にならないんだけど素敵なこととか、そういうことって大事にしたいところかなっていうのはずっと思ってます。今日はね、自然なものとちょっと逆にこうネオ的なものの、ミックスしたような世界観を、彼女たちのアイデアのことで始めました。今日は、ロケを3本なんですけど、森の中と海とちょっとこう屋上の排他的な空気感の中、その中にちょっとこう時代感も抑えたような雰囲気の女性2人がとらわれの身のような感じになったりとか、はじけたような雰囲気になったりとかで、コントラストのあるような写真になるかなと思ってますよ。たまたま今回、ちょうどこのお仕事というか、させていただくにあたり、ちょうど撮影の日が近かったので、それで今日はたまたま向こうコンセプトがあって、そこに対してヘアスタイルでこうまたさらにこう違和感が出せたりとかしたらなと思います。水性と白のスプレー。白のスプレー。ヘア用のパーティーのストール。ストールがあります。こっちの方が多いと思うな。生田さん、行きましょう。全然あれだね。終わってるね、ちょっと。終わってます。あ、ちょっと光見てみる。空間プラスその合ってない感じとかでなんかいければな。多分屋上にこういうのって普通ない景色だと思うんですよ。できれば人物の後ろにカメラを立てる。あ、これ行きましょうか今。一緒入ります。はい。ほぼないですね。もう酒飲みで。すごい。あ、確かにそうですね。本当どこまで欲しいですか。こちらです。今日のカメラマンさん、生田さんです。よろしくお願いします。生田と申します。何か撮影において僕のこだわりは結構空間というか、その広がりとか環境をああいう感じで引いた時に人物がやっぱちっちゃくなってしまうんですよね。その時に何か一つアクションだったり面白い絵、不自然な絵とかが欲しいなって考えた時になんかああいうのが浮かんだりします。なるほど。情熱大陸。いやでもそうですよね。いつもこうモデルさんからスタートするときはモデルさんのイメージが1個あって、でそこからこう衣装を決まっていくときにアイデア出て、で最後、ね、写真撮るときに生田さんが空間に一癖つけるというね。ソンセハウス102か103 めっちゃ湿気があるところだったもう肌ツルツルだと思うよ。18から19まで住んだからそれこそ30年前懐かしいです。柴田さんです。今日アシストして手伝ってくれてます。30年ですからね。あるかわからないですけど、バイト先とか。あ、バイト養老の滝でバイトしたの。養老の滝この辺でやっぱなくなっちゃったな。あ、なんもないわ。なくなっちゃって、ここでなかったんです。僕が大好きだった居酒屋さんは駐車場になってます。ないわ。はい、私の家はなくなりました。はい、そうなんです。ここか、あ、違う、もうちょっと先なのかな、これ。違う、それ。先です。ある。これか、道がこの先だ、この左側のこれ、これです。これ。損性だと思ってた。変わったんじゃないですか。これの手前から2つ目に住んでたんですよ。ここだ、これだ。ありました。ここに住んでました。103でございます。右の部屋だったんですね。そうなんです。同級生の子はヤンキーが夜中にかくまってて泊まりに来た思い出しかないですね。そんな感じ。追われてたんですか。その人が追われてましたね。30年前こちらでお世話になっておりました。オーナーさん、私のこの映像を見ることがあるようでしたらご連絡いただけたらお食事行きましょう。こういう要素だったのよ。なんか高いとこってなんかそういう大御所系の美容室って、はい、奥様、おば様、お嬢様が通う店みたいなイメージがあって、はい、ファッションがなかったんですよね、美容院の中に。だからそれがすごくみんな嫌で嫌でたまらないところからヘアショーを作ろうっていう風に昔なってたんですよ。あ、そこが始まりなんです。そう、ヘアショーってなんであるのかって言ったら、はい、美容師さん髪の毛切ってても売り上げ上がんないし、なんかモチベーションキープするために、はい、なんかこう蒲生さんが美容雑誌用意しますから、はい、これでお店のモチベーションアップになりませんかって言ってみたり、はい、そのなんだろう、審査員が並んでても、はい、お前になんか何にも言われたくねえわっていう気持ちの方がふつふつきてまだ幼児山本さん来ましたとか川久保さん来ましたあったら、はい、まあ見てもらいたいけどね、はいはい、だけどなんかただ美容院のどっかの社長さんですって出てこられても、はい、物見ても何の刺激にもならない、はい、それで俺も嫌で嫌でたまんなかったんですよね、はい、行きますか。専門学校の方にここになります。ここに昔この隣の、はいうどん屋さんなんですけど、週4ぐらい来てたんですけど、ここのうどん屋さんに、でここと同じような建物の美容学校だったんですよ。あ、同じような感じ、同じ雰囲気の建物の美容学校がここにあったんですよ。入学して何ヶ月かで建て壊しになって、はい、北鎌倉に仮校舎ができ、なんで僕が卒業したのはああいうこっちのああいう感じの雰囲気、木でできてる感じ、はい、これ以上先行ったことがないんですよ。あ、本当ですか。すごいですね。逆にこれ隣に来たんだけどこっちへ入ったことがない。めっちゃいい感じです。ちょっとどんどんいいですね。あ、こんなんでもあるんだ。すいません。このうどん屋さんっていつなくなっちゃったんですか。いいですよ。あ、そこ佐藤さんの前か。だいぶ前。だいぶ前。ありましたね。うどんずっとカウンターのうどん屋さんあって。そうそうそう。いや、美味しいというかで富士そばみたいなもん。富士そばがカウンターで食べられるみたいな、小料理屋気分で食べられるって。でちょっと見てあげて、で見てもらおう一回。でこっちで2人でここでまず最初にモデルさんたちがやりたいとかっていうその自分の憧れる女性像みたいなものを想像して、はい、今回で言うとね、はい、その後にあだったらこういう風なところのシチュエーションっていうのもあるんではないかっていうのもやっぱりカメラマンさんが知ってる場所があったりとか、はい、例えば今日だとこういう場所を探してる中で面白いそのなんだろう植物のそのなんだろう躍動感というか排他的な躍動感とこう生き生きしてくる植物のミックス感と、はい、2人の最初にあるイメージみたいなものがこう入り乱れて。最終的にまとまってくるのかなっていうところ。自然と、はい、クラシカルな風景と、はい、スペーシーなものが一日をずっと通して、はい、ずっとそのバリエーションを出している感じになるんだろうなっていうのは今思ってます。これは絵の具とジェル混ぜてます。あ、絵の具とジェルを。はい。そうすると、はい、シャンプーが楽です。絵の具単品だとちょっといろんなことにきつそうな感じがするんで遊びを作るときにはよく使えます。リバイバルビール酵母を使ってるんで、でもセンスとかかっこいいって違うじゃないですか。あれがあるのじゃないし、あれがないことじゃない、かっこいいことだから。俺の言いたいことが例えば伝えてくれるならね、まあ、ただでもいいからかっこいいものって東京から世界に配信したいんだから、はい、前澤さんだって金払えばいくらでカメラマンなんて言えるじゃん、はい、で彼が撮ってるじゃん、全然すごくないからでも超かっこいいそんだけでもいい。